皆さんこんにちは、ワンダルビルビーです。では今回は、ゲレンネボーアクシーズの脅威 V、エウコブレックス編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、地球上、ジャブローと北米、ニューヨーク、カリフォルニア、ここまで攻略が完了しています。今回この続きになります。その中ではですね、ロベルトがプレイアブルキャラクターに新しく加わったりですね、あるいは、ジョン・コーエンなんかも、ラーディッシュにね、乗せられるような状態にまでなってきています。少しずつ、原作、アニメとはね、違う展開になってきているので、こっからの展開がすごく楽しみです。今回の攻略目標は、まずはですね、ハワイ、こちらの攻略を行っていきたいと思いますので、早速攻略作戦を発動していきます。目標は、太平洋ハワイ基地である。諸君らの健闘に期待する。で、このハワイにはですね、下駄を履かせた、リック・ディアス、これなんかをね、出していくのと、合わせて、ロベルト、百式会に乗ってます。これも出していきましょう。では、ハワイに向けて部隊を出撃させていきます。では、ハワイに侵入しています。敵の部隊は15。一方、英語軍は12ということで、数では少し劣るんですが、その分をですね、百式や百式会、このあたりをうまく使って、戦いをね、有利に進めていきたいかな、というふうに思っています。そのためにはやっぱり、先ほどご紹介した、ロベルトあたりがね、大活躍してもらわないと困るかなと思います。そのロベルトですが、能力的にはこんな感じです。ランク B ですね。どんどん育てていきましょう。混戦状態に入ります。下駄を履かせてあるので、会場でもね、移動できるんですけども、その分、一撃の火力は落ちてくると思うので、確実に格好撃破しつつ、味方の損害が出ないようにうまく立ち振る舞っていきたいと思います。ここでね、モビルスーツを、無駄に喪失するっていうことがないようにしていきましょう。3機で1ユニット扱いになっているモビルスーツ、主に量産機になると思うんですが、これらに関しては、ちょっとでも削られたら回復する、アーガマーに戻す、これをね、しっかり徹底していきます。ハワイの攻撃途中なんですけども、ちょっと全く、また関係ない話をしてしまうんですが、来年の、春頃に、子供が生まれる予定なんですけど、今、車手放して持ってないんですけど、どうなんでしょうね。子育てに車が必要なのかどうか。居住環境とかね、周辺環境によって、人それぞれだろうというのはあると思うんですけど、どうなんでしょうね。皆さん、子育ての時、やっぱり車あった方が便利なのかなっていうのを、ネットとかでも一応調べてはいるんですけど、あればあるに越したことはない。もちろんそれはそうですよね。ただ、維持費もね、そして今、現在手放している状態なので、車を新しく買うっていう時点で、なんて言うんでしょう。ある意味、取得費用もまたかかるっていうのがあるので、ちょっとね、買うかどうか悩んでるところなんですよね。ちょっと来年の春まで悩んで、最終的には決めようかなとは思ってるんですけどね。最後に残ったガンタンク2。これを撃破して、制圧完了と。ということになります。この後はオーストラリア、トリントン基地に部隊を進めていきたいと思います。地球上のティターンズ軍は、旧式が多くて、不甲斐ないなというのが正直な感想なんですが、宇宙ではですね、最新兵器続々とロールアウトしてきていて、強モビルスーツ、バイアラン、これにジェリドなんかが乗って、すでに戦場に現れてきてますね。このバイアランは非常に危険な、強いユニットなので、できればね、遠距離攻撃で仕留めていくっていうのが、いいのかなと思います。近寄っても、ちょっとなかなかね、この、バイアラン相手だと、格闘でダメージを受けてしまう量が多くなるので、今回も、ここはね、しっかり、間接攻撃でジェリドのバイアランを狙い撃ちしていきましょう。これからこういう戦い方
すごく増えてくるんじゃないかなと思います。これ以上の戦火の拡大を防がねばならん。ドリントン基地攻略作戦発動します。我々はこれよりドリントン攻略作戦を発動する。目標はオーストラリア大陸ドリントン基地である。諸君らの、ここにはゼータも投入しましょう。ここにはユウが乗ってますね。このユウの乗ったゼータ、この活躍以下でね、戦況大きく変わってくると思うので、まあ、期待して進めていきましょう。ではトリントン基地です。エウゴが12、キターンズが17。まあ、ただ地上ではね、キターンズのユニットは旧式機が多いというのはここでも変わらないかなと思いますので、モビルスーツの優位性で、なんとかここは切り抜けていきたいと思います。全軍出撃です。もう大丈夫。まあ、旧式機が多いよなんて言ってたところで、ギャプランがいましたね。しかもヤザンが乗ってました。まあ、これあっさり撃破できたのは大きいですね。あとは、ボリントン基地の中心部へと迫っていきましょう。まあ、やっぱりゼータガンダムの優が、聞いてくれたのかなって思います。トリントン基地も、攻略完了できそうですね。これで、まあ、残っている地球上の拠点も半々ぐらいになったと思うので、地上での生産体制を強化して一気に地球の勢力圏を塗り替えていきましょう。連邦議会の協力者より緊急連絡です。ジャミト・フハイマンが地球連邦軍をティターンズの支配下に、これいわゆるダカール会議ですね。しているとのことです。ジャミト不明、これが狙いだったのか。連邦議会の開催が迫っています。これ出席するとブレックスが暗殺されてしまうので、ここは選択肢ノーにしましょう。いや、ジャミト不のことだ。何か狙いがあるかもしれない。太平洋地域の制圧によって、さあこれでオーストラリアあるいはハワイから北京に向けて部隊が進軍できるようになりましたね。情報部がアクシズの情報を入手しました。アクシズは間もなく地球圏に、そしてアクシズも地球圏へと帰還か。まあ、どん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 展開が新しく、そして早くなってきてますね。開発部の報告、まあ、そんな中アウドムラが完成して、ガンダムマーク3の追加装甲も完成しているというところですね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、北米、まあ、カナダですね、ここの制圧を進めつつ、オーストラリア、ハワイから北京、そしてその次マドラスというところを見据えた戦いをしていければいいかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいと思います。